本当に何でもできる選手なんで、やっぱりペースに乗せたら怖い相手だと思ってるんで、もう自分からガンガン行こうかと思ってます。いや、前にも一回ね、シューズやってるんですけどね、やっぱいろんな角度からね、技がこう出てくるんでね、ちょっと油断できないですね。やっぱりいろんな角度からこう攻められるんで、まあ、オーソドックスじゃない分ね、こう、まあ、油断できないですね、やっぱね。アンジョ選手の攻めどころってありますか？攻めどころ、いけそうだったら。いや、ここ攻めるという、やっぱり向こうのペースじゃなくて、やっぱり自分のね、まあ、がっちり抑えて、もう行くしかないんじゃないですかね、抑え込んでね。これより第6試合を行います。青コーナー、安城陽次選手の入場です。コーナーより佐野直樹選手の入場です。220パウンド、佐野直樹。レフェリー、ミスター和田。佐野。Give up!
Anjo, give up! Give up! No.
うわーよいしょ。